チャオ、たっちゃんです。今ね、12時ちょっと過ぎて、そろそろお昼食べなあかんだけども、さっきね、道徳の話、モラルジレンマの話をしてたら、ちょっと頭の中で言いたいことができていて、で、その言いたいことができてきてんけど、すごい長い動画になっちゃったから、一緒に話すと長い長い動画になるし、で、また全く別の話やから別にした方がいいかなって聞いてんけども、時間を置いたら忘れちゃうから今話してしまいます。はい、ということで、何の話かっていうと、日本の教育方針のあり方やねんけども、まあ、これ昔からやし、今もやねんけどもね、日本の教育って、あっちゃんは否定っていうか、ちょっと違うなと思うことがあんねん。これは賛否両論あると思うし、人それぞれやとは思うねんけども、あっちゃんの考え方やから、あっちゃんの考え方やと思って聞いてください。はい、日本の、まあ、勉強、教育っていうのはね、最近ちょっとやっぱり個人の個性を生かすっていうことよく言われてるけども、できてないんちゃうかなと思うんだよね、で、何かっていうとね、まあ、一つにね、勉強、授業、将来大人になった時に役に立つのか立たないかって言ったら人それぞれやとは思うんだけども、国語、算数、理科、社会、英語っていう、まあ、メインの5教科。で、そこに、あとサブの4教科。技術課程、保健体育、美術、音楽。ね、サブの4教科。で、がある。で、その中に、テストとかないけども、書道がある。で、あと何ある？まあ、道徳があるかな。それぐらいかな。もう社会の中に歴史も地理も、なんかあるね。公民科とかも含めてね。で、科学、物理、生物全部含めて、理科に含めてね。まあそんな感じやねんけど、まあ11個の、まあ教科があった。まあその中で、評価されるのは誰ですかってなった時に、A 君は、数学がめっちゃ得意です。数学100点取ります。理科、科学とか物理が得意やけども、生物が苦手やねん。で、70点取ります。社会0点です。国語0点です。英語0点です。170点です。ね、5教科で。5教科中2教科だけバッツリできて、170点です。B 君は、国語が、数学が苦手です。0点です。で、理科も、物理とかそういう計算苦手やから、生物は得意やから30点取れます。で、国語は、100点取ります。社会は100点取ります。英語は50点ですってなった時に、ややこしいな、280点取ります。ね。で、C 君はそこそこできます。数学50点、理科50点、社会50点、国語50点、英語50点、ここ250点。さあ誰が、学校の成績では誰が成績いいの？ってなった時にね、成績のテストの順番でいくと、一番点数の良かったのは文系に偏った B 君やねんね。280点あんねんでしょ、確か。280点ある B 君でも数学0点やねん。で、で A 君は数学とか理科抜群にいいけど他がダメやね。で、やった時に中途半端に50点50点やけどバランスよくいってる。この C 君が評価されるんよね。だから、入試なんかでもそうやねんけども、まあ、入試っていうのは点数順番にはなんねんけども、1教科でも0点あったら落とされるとかよく言ったりする。これ社会に出た時に本当に役に立つのかなと。全教科こうバランスよくできるのが。いいのかなって、あっちゃんちょっとそこ疑問やねん。
なんでかっていうと、確かにね、学校にいてる時って集団生活とか何とかかんとか言うねんけど、個人やねん。結局個人プレーやねんね。ほんだら中間テスト、まあ学校行ったら、集団生活が大事やからって班作るやんか。まあ4つの班に分かれました、5人ずつの班で、まあ20人のクラスやったら5人ずつの班で 4班ができました。で4班で成績をしましょうって、ね、ですることないやって、何でもかんでも4班4つの班で、レポート出せとか、発表せとかって班でグループでやったら、掃除でもせやし給食でも班でやるやんか。せやのに、で中間テスト期末テストはほんなら班で点数かじゃなく個人プレーやねんね、うん、でしょ。だからあくまでも成績は個人やねん。でこれ大人になった時にほんまに個人なんかって言ったら、会社行った時に個人プレーじゃないチームプレーやねんね。で会社の中で業績を上げるのに、いや A 君が思いっきり頑張って業績上げたら、それでまあ社長喜ぶかもわからへんけど、 B 君がダメやった。で A 君が、今月100万円の利益を出しました。で B 君は、5万円しか利益が出ませんでした。で C 君は、会社で損益を与えましたってなった時に、トータルで会社が A 君が100万円儲かった、で B 君は5万円儲かった、で C 君は50万円の損をしました。その時に55万円の利益が出てるから、会社はそれでよしやねんね、結局トータルで、うん、でもそこで C 君が足引っ張ってる、 C 君を切ることによって、105万円の利益が出るわけやねんね、うん、それだけじゃなく、まあ、C 君の時間とか経費とか、まあ、経費も、ね、でもひっくるめた上でね、まあ、計算したとしてもそんだけでもないけど、だから C 君を切んのかってなったら、 C 君はもしかしたら翌月200万上げるかもわからへんっていう期待度もあるから残す。だから結局チームプレーやねんとは思うけども、これが A 君が得意分野、 B 君得意分野、 C 君得意分野でチームを組んでやることによって、そのチームで A 君は100万の利益を上げられるけども、チームの中で A 君は実はまあこの分野に関しては得意やけど、この分野苦手やねん、でもしゃあなあかんからって、個人プレーでやるよりも A 君はもう設計が得意やねんってあったら設計だけする、で B 君は、売ることが得意やねん、 C 君はそのアイデア出すのが得意やねん。アイデア出すでなんで損するかって言ったら、アイデアを出すことによって、これまた別に言ったら、アイデアを出す部の人は、会社行きます、デスクに座ります、漫画読みます、ゲームします、会社でゲームします、携帯でアプリしてます、LINE してます、メールしてます、ネット見てます、何しとんねんこいつって、電気つこって会社給料もらってるのに遊んどるやないかと思うかしらけど、そこでピキーンってひらめいて、そうやって実は、今思いついてんけども、ネットとゲームしとったらこれってすごく人に需要あるんじゃないんですか、こんなん作りましょうよっていうことを言ったことによって、 A 君はその C 君が発明した発見したものを設計にして物にする絵を描きました、図面を描きました、それを、今出てきゃいんだけど、 B 君は、それを作りました、だ B 君が売りましたっていうことによって、それでトータルでね、1000万円の利益上げられた、で4人で1000万円の利益上げられたら、こう各自プレイするよりもそれの方がいいやんか、それが会社やねんってなってた時に、どうして一人でそれを、言ったら学校は何を教えとんのかって言ったら、発見から設計、作成、販売、経理、管理、一つをひっくるめてできるもんを作ったんだよね。何かって言ったらそれ社長がすることやねんけども、かつて社長を育成してる場でもないわけやんか、うん、ってなったらね、学校、日本の学校教育ってそれ正しいのかって、これ欧米とかの学校教育ってそうじゃなく、ほんまにズバ抜けたこと、もし、数学がズバ抜けてたら他のことも勉強しゃんでもいい、それだけよかったらそれでいいねんっていう主席を取ったりする教え方してたらしいね。これあっちも知らんで聞いてんけどもね、そういう教え方をするって、日本はそうじゃなくトータルで見ないとダメやって、そこがおかしいって、まあ、昔から言われてんねんけど、あっちゃんもそれは感じてんねん、うん、だからなんで感じてんだけど、それがあるからこそ、なんていうのかな、全てに完璧じゃないとダメって思ってる人が多いねんね。なんかこれまたあっちゃんの、まあ、これ別にコメント欄をあっちゃんは否定してるわけでもなく、その言う人を否定してるわけでもないねんけども、もしあっちゃんが子育てしていく上で何を重要にしてるか、まずあっちゃんが今、まあね、例えば、子供が
大人になった時に、自立した時にちゃんと生きてほしい、まあそれもちろん誰でもせえだけど、そこのところっていうのが一番の目標やと思うねん、親として。でその中で子供がかわいそうやとか、子供がどうのこうのってよう言う人がおるけども、あっちゃん逆にそう言うとる人の子供の方がかわいそうなんちゃうかなって思うとこもいっぱいあんねんね。これまたもうあっちゃんもみんなのことじゃなく、あっちゃんがちょっと知ってる人の話やねんけども、子供が小さい時にね、家にも帰らず仕事をしてた人がいてた。だから延々と子供が幼稚園、小学校、中学校って育っていくごとにね、学校の参観日とか、運動会とか、ね、そういうのも一切出ず、一生懸命働いて子供にお金を残すことが大事。やっぱお金がいる、子供が大学行くにもお金がいる、だから身を粉にして働く、子供と会えへんでもいいねん言って朝、子供が起きる前に家出て行って、でご飯を作って置いていく、で、これシングルでね、で、で子供が鍵、自分でご飯食べて鍵閉めて学校行って、で帰ってきて自分で鍵開けて、で、冷蔵庫にあのレンチンして食べなさい言って食べて、で勉強して、あ眠たいなって寝てから親が帰ってくる。親と会う日なんかめったにない。これ土日って言ったらゴルフ、ゴルフって言っても接待ゴルフとかで忙しいとかでなかなか子供と遊べへん。親がね、大人に、子供が大人になった時に子供は私立のね、医大行くのに、医科大学行くのに寄付金が何千万、学費と何らかで何百万、何千万、下手したら億かかんねんってなった時に払ってあげられる。で素晴らしい大人になるための、ね、将来のためにっていうことはのお金に関しては余裕があるっていう育て方、ね、が正しいのか間違ってんのか、それはあっちゃんには分かりません。でも逆に言うたら、仕事よりも仕事をおろそかにしてでも子供との時間が大事、仕事は休まないでくださいって、いやうちは子供のために今日は休ませてくれって会社と喧嘩してでも休む、で子供の学校の行事にはきっちり出ていく、で子供土日はきっちり休む、で会社が終わったら定時に、残業もせず定時に帰ってきて子供との時間を大切にする、うん、なんでかって言ったら子供は、人間、もし80年生きた100年生きたってなった時に、生まれてから子供親の親と一緒に遊んで楽しい子供って、まあ、13歳、14歳、15歳、もっといこう、20歳まで親と一緒に暮らすとして、たったの20年やねん。残りの80まで生きたら60年間は大人で生きやなあかんねん。だそのたったの20年一緒に携われる時間って20年しかない。遊びに行ったり、一緒にご飯食べに行ったり、わーわー言うたり、親や子供や言うて遊べる時間、一緒にゲームしたり、それを大事にする、思い出を大事にするのがいいのか、うん、これも人それぞれやと思うね、うん、でそういうすることによって家庭の絆、やっぱり家庭を希薄にしてるわけじゃない、子供のためを思ってやってる、間違ってはないと思うね。子供のためを思って、将来のためを思って一生懸命働いて思い出を減らす人、逆に将来思い出を作ることによって、子供っていうのは思い出とかそういうのが大事や、やっぱりそうやって人との触れ合いが大事やと思って、心の優しい大人に育ってくれるのか、多分勉強とかで確かにエリートやけど人の心が分からへん子供になってしまうんちゃうかなって、あっちゃんはそっち思うね、前者の方は。だからまあそれが、間違えてるとは言わへん、そういうやっぱりことをしているからエリートな人がおって人の命も助けられたりもできるのかも分からへん。でもね、あっちゃんはそうじゃなく、もっともっと家庭との絆を大事にしたいなと思うんだけど、それは教養もせえへんし、あっちゃんの考え方であんねんけどね。だからもしそれでね、学校、医科大学に進みましたってなったとしても、医科大学行くのに、社会の歴史は趣味程度に覚えとってもいいかしら、大事なのかな、まあ英語とかはね、ドイツ語とか、まあ、そういうので言ってるかも分からへんけども、でやねんけども、ほんまに理科科学がそこまで大事なのか、逆に国語古文とかね、文学がそんなに必要なのかってなってきた時に、トータルで勉強するよりもずば抜けたとこだけを生かしてあげた方がいいのじゃないのかなとあちゃんは思うね。でだからそれが、日本の教育方針やねんけども、こっからがあちゃんの本題やねんけども、自分の価値観が正しいと思って押し付ける人とか、
あと、人のことを見てね、やっぱりいろいろ批判する人っていうのはそういう偏った教育にあるんちゃうかなと思うね。なんでそうなるかっていうとね、やっぱりトータルで見た時に自分がやってることが一番トータルで、言ったら低空飛行でもいいけどトータルバランスの取れてる人、部屋もきれいくってそこそこバランスのいいものを食べて、人並みの生活をして細々と暮らしてたらいいねんけども、何かズバ抜けてできてるけど何かズバ抜けてできてへんかったらおかしいっていう人がいっぱいいてんねん。それがちょっとね、考え方に偏見あるのじゃないのかなとあっちゃん思うね。だから言ってみたら、確かにあっちゃんできてへんとこ言ったらいっぱいあるよ。片付けができない、お料理は嫌いで好きなものしか食べない、偏ってる、まあお洋服のね、にしてもそうやし、でまあそんなんやけども、じゃあそこで何かいいことあんのかって言ったら分からへん、自分では分からへんけど、自分で言えることは子供がいい子に育ってる思ってくれる人いてるかな。うちの子供はすごいいい子に育ってる。これね、優しいし、人の気持ち思いやれるいい子やと思うね。これ何かっていうと、あっちゃんはそんな学校の勉強とか、確かに部屋片付いとった方がいいけどとか、ちゃんとバランスよく食べた方がいいけどとかいうのはあるけど、それ以上にやっぱり自分がされて嫌なことをするなとか、やっぱり人の、ね、思いやりのある行為をしろって育ててんねんね。だからやっぱり上にしても、もう高校にもなったんだけど、昨日一緒に食べに行こうかって、うんって言って帰り、お弁当なんか欲しいもんあったら一緒に買ったやから一緒にスーパー行こうかって、うん、違う、なんか欲しいもんあるかって最初聞いて、一緒に行ったらあかんのっていうか、いや別にいいよ、スーパー一緒に入るかって、うん、言って一緒に入っていて、カゴを押しながら一緒にこうついてきて、これがいい、あれがいいって、これこんなんいらんとか言いながら一緒に買い物行ってくれる。こんな親でも一緒についてきて来てくれんねんね、高校にもなって。もう優しい子やね。で、一つちょっとこれ感動したことがあって、これちょっと、ね、うちの子の自慢じゃないねんけども、これはうちの子すごいいい子、優しい子やなと思った。タイム、見切り品セールのカゴで、いろんなものが105円均一で売っとったんね。それ見とったらなんか面白いから、そんな見ねん、うちの子ね。だ、何やったっけな、なんか小瓶に入った、佃煮みたいなやつとか、こんなパックの、なんやろ、グミみたいなやつとか、いろんなんね、180円のやつの上に105円って貼ったんね。あ、これ80円も安いとかなるところに9種類のチョコレートのパックがあって、アポロとかマーブルチョコとか入ったこんだけのパックが1個置いてあって、え、これも105円で、これ安いなーって笑いながら見てて、その時に、いやでもこれ105円で貼ってないぞって言って、こんなんけどレジに持って行ったら105円違うたら、ね、値段間違えて取られるやんなーって話しとって、で、まあでも買わへんかって、別に欲しいなかったみたいで、ほんでちょっと歩いたら、その横のカゴ、2つぐらい横のカゴにそのマーブルチョコ置いてあって、198円で、ね、あ、これさっきあったやつやんって言ってん、気づいてん。普通やったらそれで終わるやん、ちゃん量違うねん。そこでカゴ見て、こんなんなって、あ、ここに置いてあったらなって、間違えて100円入れて買った人損するやん、かわいそうやって、ちょっと戻ってって取りに行って返しよ、そこへ持って行きよんねん。こんなことしたやつアホちゃう、マナー悪すぎるわとか言いながら、ブツブツ言いながら元のカゴへ返しよんねん。それとかずっとあれだったら、お肉とかでも漬物のとこに お肉とか置いたの返さへん、自分買ってんけども、変な子置く人いっぱいおるやん、あれ見たら戻しに行きよんねん、うちの子。だからそういうとこ優しいな、ちょっとしたことやね、うん、でもそうやって育ってくれたことはあっちゃん自慢やし、子育てしていく上で間違えてないなって。だから別にトマト食べやんでもええやんね、でね、お肉に偏って食べてもいいや、うん、言ってみたらテレビ見ながらご飯食べてもいいや、もっとひどいの携帯電話しながら友達喋りながらご飯食べてもいいや、うん、あと何やろ、勉強しながらご飯食べてもいいや、あとんねえとか、黙って食べてもいいし、喋り持って食べてもいいし、そんなことよりもっと大事なことあらへんかなってあっちゃん思うね。部屋汚かってもええやん。ね。で、朝から髪の毛とかんでめ、風呂1年入らんでもええやん。いや、臭い、あかん、それは。不快感を与える。うん。まあね、まあそんなんやねんね。
で口悪くてもいいやん、でもほんまに心底優しかったらあっちゃんいいんちゃうかなって思ったんけど、うん、だからそこのところって日本の教育は何でもトータルでできなあかんっていうのがちょっと違うなと思うねんね。だから一つにおいて完璧な人っていうのは日本ではダメな人って言われるのよね。だからめちゃくちゃプラモデル作るのがうまくって、実写か本物かって見違えるぐらい作れるプラモデル作れる人、めちゃくちゃ漫画のうまい人、あと何、歌がものすごいうまい人で、何、一回歌何でも覚えねん、もう歴史の年号なんか一回見たらすぐ覚えられんねんっていう人がおっても数学ダメってあかんねやろ、じゃなくそれでいいやん、一個ズバ抜け取ったらそれだけでいいんちゃうのって思うねんね、うん、これもね、やっぱり日本 の, 勉強の教育方針が間違えてるんちゃうかなってあっちゃん思うね、うん、まあ間違えてるからってあっちゃんは思うけども、うん、それに対してどうのこうのとは思わない、日本で住んでる限り日本の教育はそうやねんから、うん、そういう社会で生きていく上ではやっぱりちょっとずつそういうかって低服でもええから、ある程度トータルバランスを取った方がいいとは思う、でも必要はないと思うね、逆にそれがどれかそのずば抜けたもんだけを伸ばしてあげられたらもっと良くなるんちゃうかなと思うんだけどね。だからあっちゃんはそう思うから子供に対してそれは強要しない、うん、だから学校でアホやって言われようが、学校の先生にもっと残りなさいって残されようが、そうやってまあそこのとこは勉強したらええとは思うねんけども、かっちゅってそれが正しいからそうしなさいとは言わへん、うん、でもそうじゃなくね、やっぱりいいものを伸ばすっていう教育、最近今のだからね、うん、光の先生、その道徳のあの話じゃないけども、人の話を否定するんじゃなく、自分の、思ったことを、で、人から聞いたことがいいと思ったら取り込んだらいいし、ダメやと思ったらやらんだらいい。で、人のことを否定しないのがいいっていう教え方はすごくいいなと思ったね。だからさっきの、道徳の動画で撮った話の続きでこれ今撮ってんけども、結構話だね。2、30分また喋ってもらったね。20分ぐらいか。十何分やったからね、さっきご飯持ったから、うん、20分近くこうやって話したけど、そんな感じだから、そういう、トータルバランスを取れた生き方っていう教育をされてきた人たちが人を見て、あこがダメここがダメって言うけど、そうじゃなくダメを見てダメなところを変えようとするのが日本の教育方法、そうじゃなくダメなところはどうでもいいけど いいところだけを伸ばしてあげるっていう教育方針の方があっちゃんは好きやし、その方が人間って伸びると思うんだよね。だから褒め伸ばし、褒めたら調子に乗るって言うけど、そうじゃなく調子に乗ろうが何しようがいいところ伸ばしてあげたらいい、ダメなところはダメなんで仕方ない、ちょっとずつやったらいいだけのことちゃうんかなって思うんだよね。まあそれはみんなに強要はしません、あっちゃんとこの教育方針としてこんなんで、そういう教育方針もああそうなんだなって、そんな考え方もあんねんなと思って聞いてくれたら嬉しかったと今日の動画でした。はい、ということで今日のあっちゃんのこの考え方、そういうのもありやね、いいねって思ってくれたらね、高評価ボタンを押してもらったらその数であっちゃんの考え方がおかしくないねんなっていうこともわかるし、でまたそれで押してくれて、なんていうかな、その数が増えてきたらあーちゃんの考え方がいいのか、でも少なかったらあーちゃんの考え方はやっぱり特殊なんやなって、特殊は特殊でまた特殊な生き方もありやなって、希少種っていうのはなくしてあかんからね、うん、絶滅危惧種やと思ったらいいしまあそんな感じでね、楽しくあーちゃんは生きていきたいと思います。でまたこれに対して、賛否両論もあると思うんだけどね、いろんな意見聞きたいんで、みんなの意見もよかったらコメントください。もうね、時間忙しいとかね、コメント書くのすごい手間やねん。分かってんねん。だからその手間をかけてまでくださいとは言わへんけども、書いてくれる人は、こんな意見あるよっていうのを書いてくれたら嬉しいです。はい。ということで、こんなあちゃん、チャンネル登録してみてくれたら嬉しいんで、よろしくお願いします。で、お昼ご飯食べてみます。またね、バイバイ。